さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら。クターの、やーやーまあ、ということでね。新作です。クターに新作があるのって思ったりしますけど。新作ゲームです。新作ゲームで、ね。まあ、16対9っていうことで、今までのゲームと違って、ほら、このね、広い画面で、アザラシがこう、クターと被っちゃって。ああ、なんですけども。16対9になっただけじゃなく、今までのクターはフラッシュで動いてたんですけど、フラッシュじゃない別のね、企画で、このゲーム動いてます。フラッシュっていうのは、まあ、昔ながらのブラウザのアニメとかゲームとかに使われていたやつなんですけどね。2020年末で、まあ、アドビがもうサポートを終了するらしいので、それに合わせての多分移行期間なんでしょうけど、これはテスト公開されているゲームです。あの、クター会員だけに限定公開されているらしいので、やりたいと思う人は、このクターのサイトに飛んで、ログイン、ね。ログインして会員になってください。そしたらできます。今しかできないかもしれない。そんなゲームですね。あの、WebGL という、そういうもので動いてるらしいんですが、2020年末にフラッシュで全部クターのゲームが終わるとしたら、それまでにやりきらないかんなと思ったりして怖いよね。あと残り100個だったとしてさ、9月、10月、11月、12月で、まあ、あと100日ぐらいだとしたらさ、1日1本ぐらいもしかしたらクターの動画上げないと、2020年末に、フラッシュが終了するまでにクターのゲーム全部できなかったりするのかもしれないと思ったら、急がなくちゃいけないのかなと思ったりもしますが、まあ、とりあえず、まあ、この新作ゲーム、まあ、実況していってみようかな。やってみます。まずはあらすじ。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、山があれば頂上を目指す驚異の無表情キャラクター。テクノアイランドでは健康増進のために山登りが一時的な大ブーム。道中にはありがちなようでない動きの障害物がクターを待ち受けているぞ。わ、危ない。はてさて、クターはどこまで登ったり降りたりし続けられるのかということでね。まあ一度やったんですけどね。まあ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 、まあ、クター会になってまでこれをやるほどの、まあまあまあ、言うまい。やります。これね、今までのちょっとゲームと違うのはね、マウスカーソルでクリックでやるだけのゲームじゃなくてですね、キーボード操作でやるタイプですね。ちょっとキーボードのはどうなんだろうなと思ったりもしますけど、まあ、まあまあまあ。こんなやつです。ジャンプと、しゃがみと、左右があります。それだけです。でも竜巻に合わせていけばいいだけ。イエーイ。やった感覚としては、今までフラッシュの方がやっぱり成功なような気がしますよね。案外余裕なんですよ。案外余裕です。あ、もう右下見えないね。右下ロケ地ギザギザ山って書かれてます。右下ね。ねえ。てて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 てうおー、怖っ。よし。これ何号目のとこまで行ったらライフが回復します。左下のね。なので、さっき2つ失ったのは、ちょっと結構危なかったね。いや、厳しいな。厳しいな。完璧ですわ。ドンキーコング勝て。よいしょよいしょ、あうあう、へいへい、よいしょよいしょ、あぶ、もう一回やらしてもう一回やらして、あれ、これランキング出ないな。やりたいだけやってくれっていうことですね。この2回目のチャレンジで終了します。とりあえず3丁目出します。ランダムか？
ランダムっぷりを見せつけてる。ヘビじゃなかったよな、1から2号目の間は。リス、竜巻、間に合え、怖いわ、クマが。お、さっきと違うね、サンダーが。余裕ではない。いや、ちょ、これはどうやったらあれなの。ああ、落とせばいいのね。オッケー。鳥が糞しすぎなんよ。鳥が糞をすごいしとる。巻き、もう。いけるか？いけた。よーしよしよし。ライフ全開。さっき死んだこの樽。よっ、これ当たる、絶対当たる。待ったらいかんな。よし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 。頂上を目指したいね。岩の動きを。岩の動きを読んで。よし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 。頂上いきますね。蜂が早い。かわせばいいんか、しゃがめばいいんか。しゃがみたいんだが。しゃがめばいいな。しゃがもう。そこだ。よし、よし。めっちゃ上から落ちてくるな。こうしてみるとね、やっぱフラッシュよりもなんか、駒落ちしてる感じがするよね。頂上スキャット。頂上から今度降りていきます。蜂怖いよ。蜂怖いよ。よいしょ。いや、難しくないか。てれ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 
これ厳しいな。いけるか、いけるね。よし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 、近づいて近づいて雷落とす。よし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 、この雷に関してはもう落とす、落とすしかないね。これ飛べばいいんじゃないか。飛ばなくていいや。台風、台風、よいしょー。台風って言わないか。竜巻、あぐ、リス、見えないリスを下げていく。ヘビ、あおい、あおい、ヘビ見えんのよ、下が見切れてて。おお、怖っ。ういー、さあ下まで来ました。これぐらいの岩ならね、難なく行きますわ。えいはははは。あ、トラッキング外れた。ずっと外れてた、もしかしてゲームに熱中しすぎてた。単純すぎる。いや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 、早くない？あ、いや、ダメだ。ダメだじゃねえよ。全然最後、もういけないじゃん。これランキングは載ってないんでね。まあ、こういうゲームですとだけ言っておきましょう。皆さんね、ぜひね、行って降りて、もう一回登ったり降りたり、もう一回登ったり降りたり、降りたらまた登ったり降りたりを繰り返してください。そういうゲームです。はい。クタらしいっちゃクタらしいね。クタらしいけど、フラッシュの方がこう動き滑らかだったような気がしますね。WebGL。うん。まあ、ギガ連射さんのね、技術力あると思うんでね。多分、また新しい時代にも適応したね、素晴らしいゲームを作ってくれると思います。まあ、スマホのゲームとかもあったりしますんでね。スマホのゲームもやれてみたらいいんじゃないでしょうか。スマホでね、今まで出るこのクタのミニゲームみたいなやつをね、ポロ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 出していってほしいね、個人的にはね。そんな思いもあったりしますね。がっつりこう課金ゲーとかじゃなくてさ、なんかこうこんだけみたいなミニゲームをどんどんね、スマホゲームのアプリで出していくのもいいんじゃないかなと思ったりもしますけどね。まあこうやってブラウザでできるのもいいです。はい、ということでクターのヤーマーでした。2020年末フラッシュのね、サポートが終了するまでにできれば
まあ、できればっていうか、やるんですけど、すべてのこのブラウザ上でできるクタのゲームやっていきたいと思います。まあ、今日はこんなとこです。皆さんぜひ、暇な方はやってみてください。クタのヤーマーでした。ほなまた。